広島電鉄2000系電車は、1960年に、広島電鉄に、申請配置、在籍中の路面電車車両である。1960年から1963年までに、宮島線と市内線の直通車両として9両が製作された。誕生当初は単行で運用され、直通灯もなく外装色も市内線と同じ色だったので、前回製作された850系350型と比較して、モーター出力の強化、全小灯が埋め込み式一灯から外付け式一灯に変更された、車掌台の窓が横引き式に変更及び、表示幕が追加された程度で、外観の違いは少なかった。1次型の2001から2003と2次型の2004から2009の違いは、1次型は、何は高規制のためと古式ものがビニールとなっており、2次型は、自社向上性のためと古式ものが木製と仕様が異なっていた。550型から続いていた、伝承式のアクリル広告板も1両につき4箇所、付けられた。運用末期頃には、側面の伝承式広告はほとんど入っておらず、一部を除いて白いアクリル板が取り付けられていた。また広告が入っていた場合でも、照明を点灯することはなくなっていた。1962年に直通運用が始まった時に、外装色をオリエントピーチという淡いピンク色のうちに、ライトベネチアンレッドの帯が入った直通色に変更。1967年に直通表示灯を追加した。輸送力強化のため1974年に2002から2009は2両編成化され永久連結化を行った。連結部分は危険防止のための扉が付けられ、安全のために扉は施錠することができた。その時に1両余る形となって改造されなかった2001は、しばらく単行で使われたが、その後事業用車に転用され、さらに台車に亀裂が見つかったことで長期にわたり、旧車状態になった。そして2003年に除籍、解体された。連結改造された2002から2009は、1981年から1984年にかけて、三菱電機の直流交流変換駆動方式 CU77A 集中型で冷房改造され、1985年には、全小灯移動と、方向幕の大型化、位置変更を行い、市内線車両と表情が変わっていった。連結化改造された車両は2000年代まで全車、残っていたが、パスP導入の際、統計式のみ、IC カードリーダーの取り付けがされず、2009年10月17日以降の営業運用は、不可能になり、広島電鉄ホームページのパスP導入の広報と同時に統計式の営業運行休止が記載された。最初から宮島線への直通を前提として作られたため、3100系ともども吊り掛け駆動の路面電車としては珍しい電気制動を常用する仕組みとなっており、制動時に独特の音を発していた。吊り掛け駆動車で電気制動を常用する車両は日本では、極めて少なく、他には、遠州鉄道30系電車や箱根登山鉄道も、配置系電車、京阪60型電車、京阪80型電車など数列がある程度であった。2008号車、昭和39年1月後幸い橋宇品行き、ハット IC カード、パス P ご利用エリア拡大についての中に、営業運転休止に関する記述がある。ありがとうございます。